カラスを、ゴミ箱に仕掛けをしてカラスを動かすロボットみたいなものを作らされたり、あ、大成功でちょっと。この、渋谷の道玄坂の朝。文句の息を立ち上がるみたいな感じなんですけれどもみたいなものを作っていました。あ、ユーストオーダーです、失礼しました。で、あとあのそちらにいらっしゃる後藤さんと一緒にあのソニーが当時まだバブルの上のところを作っている学生向けの研究者というところにも出入りしていまして、それであの実はバーチャルリアリティの研究、もしくはインターフェースの研究というのを始めていました。で、こんな感じのまだ別にものを作ったりしていて、でこれは私の最初の特許なんですけれども、ソニーしていただいて、こんな感じで機能的電気シグナル、ここに電極を貼って、で握った感覚を出せないみたいなものとかを作ったりとかもしていただきました。で、まあ、それでボディーハートというのに目覚めたわけです。で、時間が終わってましたね。で、その後試験に行って、で、あと、まあ、やり始めたのが、ユーザーインターフェース、バーチャルリアリティの研究ということで、まあ、この対面を、いかに、リアルとバーチャルの対面をいかに混ぜ合わせるという研究をやりました。で、その中で私が何でしょうね、形に何でしょうかね、いわゆる、メカハードのこの内側の、骨の部分、その、そのロボットの金属で作られたその形をずっと作ってきたんですけれども、それを考える、その考えを改めるきっかけとなった研究がありまして、これは2000年ぐらいに作っていたロボットホンというものなんですけれども、こうやってクマの、板にクマがいます。片方を動かすと、もう片方。で、反対を動かすと、反対側も動くというものなんですけれども、で、これ、実はそれまで、なんでしょうね、ロボットと、ロボットの研究者、もしくはハードウェアのエンジニアとして考えた場合、いかに、例えばこの同じことをやろうとした場合、ですね、またバイラテラルのスタートエッジ制御ということになるんですけれども、その中でレイテンシーがある中で、インターネットでレイテンシーがある中で、どうやって正確に動きを再現するか、あとはその中でズレがどうであるかという、そのハードウェアのスペックというものがきちんとできていれば、それで完成。で、さっと論文の中で先ほど話していただきましたという感じだったですけれども、これ、全然骨だけ、触っても、全然子供とか巻き始めてしまうぐらいで、楽しくないんですよね。で、最初は何気なく、クマのこれはぬいぐるみ、東京ハンセルってきたので、どうせただけだったんですけれども、それやってみると、あ、いろんな子供たちが触りたいというふうに言うの。で、その時に気が付いたのが、実は、やはりその人の周りにあるもの、人の身近なもの、もしくは人が触れるもの、というものを考えていく上で、実はこの最初は皮としか、飾りとしか持ってなかったその表面の部分というのも、非常に、それ自体も十分機能があるところだったかなというふうに気がつきました。で、その現在必要目標としている研究としましては、透明な部分というものを先ほどの表面の部分で透明に見たんですけれども考えています。で、その心は何かというと、消耗するのに物を宣言させて、人からは物を宣言していく。で、人が見えないようにすることが目標というよりは、意識しない。魔法のように使えるということが目標です。それで、いろいろ研究したんですけど、時間がなくなったので、こういう研究をいろいろやっていました。ちなみに、これは去年ぐらい、今年ぐらいの研究で、ストップモーションボール、高速で回避するって一緒。これもクロームスのこの時計の研究なんですけれども、それを虫眼鏡ですね、サングラスにしてあげると、これはこういう、よくあるマシンがあるんですけれども、この眼鏡をつけて、で、しばらく練習するわけですね。最後
そうそうですね。最後はスッと滑ってしまうインチキタイプはダメなんですけれども、インチキなしのものの場合はちゃんと練習するとだいぶ、確率が高くなると上がることはあるらしいです。これ何かというと、実は目と比べて、そもそも人の目って素晴らしいように思えて、動体視力と申しますと動きに関してはこうするとビビらんとか非常に性能が悪くて、でもそれをその虫眼鏡をかけると判断付けがめちゃくちゃうまくなる。ちっちゃなピッチが綺麗になったりとか、針に穴を通すのと同じように、手の方の性能というのが実は目よりも強い可能性があって、それを実際にこういった装置で支援してあげると、その手の方の制約条件で練習するとうまくなる。なぜ練習するとうまくなるかと申しますと、それはと音痴の人というのが自分と元の自分の歌ってる歌声と、あとはカラオケの音のズレというのも近くできない、まあ、認識できないというのが一つ文字の説として出てるんですけれども、それと同じで、これは実際に見えるように、つまりフィードバックから2人にしてあげると練習するとできるのかなという感じになっています。あと、であとで、そういうことを実現する上で重要なのが、最初は視覚的に表現するということをやったんですけれども、最近はその認知的に表現していくというのが先ほどになります。どういうことかというと、先ほどから繰り返したんですけれども、鉛筆というのを使っているときですね、鉛筆の形というのは今あまり意識しない。我々の意識というのは鉛筆の先にある形。つまり、鉛筆というもの自体は我々の進化で動作する。そういう形で設計していく。しかもインタラクションがあるので、そもそういうふうにインタラクションできるようにしていくのが大切なので、一つヒントになるのが、美観研究所のイリキ先生とかが研究されていらっしゃるバイモダルニューロンというものが、実際にその人の心配度というものを考えていく上で大切になる仕組みだというふうにされていました。そういう意味では最後まとめていきたいと思うんですけれども、よく技術とアートというのが融合しなくちゃいけないんだという切り口とというのは、昔からダヴィンチとかデイビーとか聞くんですけれども、この私が目指していきたいというのは、このそれにさらにエンターテインメント性というものを加えていくということ自体が大切なんです。で、それはどういうことかというと、この先ほどのペッパーの幽霊というものを例に出すもの、もしくはパラベルリッチャー、オレンジャーの19世紀まで来てお茶番だと。その頃ってきっと究極のエンターテインメントとして研究というのもあったんですし、科学というのもあったんです。そういう状況にもう一回見せない、そこをまた満たさないかなということを思います。で、そのためにはやはりその身体と感覚というところに訴えかけるというところがすごい大事です。これもですね、別に私が最初に言ってるわけではなくて、最近昔読んだはずだった寺田徳彦先生の物理と散歩、随筆をもう一回読み返し始めるいろんな発見があって、で、実際にその、物理と感覚とか、そういう姿勢を書いていらっしゃいます。そういう意味では、物理というのは身体を有利するという方向で、ちょっと科学技術の話を出してきましたけれども、もう一回、ここに戻すという方向性が出てきました。で、その中で、この物というものを使うと、これ自体が、私は最初、五感に関わるインターフェースということでも研究してきたんですけれども、こういったその物というものを使って人とインタラクションすることによって、物というもの、例えばこれ、よくよく考えるとマルチモーダルインターフェースなんですよね。見ることもできますし、飲むこともできれば、あとは触ることですね。この五感に働きかけるものが物を動かすということ。